2021年10月11日、今を生きる僕の証としてこれを残す。こんばんは、ウホールです。今日は自分の髪色についてここに残しておきたいと思います。誕生日に髪の毛を青色にしたんですけれど、全部を青色にしたわけではなくて、前髪部分をハイライトとして青をすごいがっつり入れたんですけれど、なんかすごく髪色を変えてからなんていうのかな、こう髪の毛をよく見るようになったっていう言い方もすごく変なんですけれど、毎日毎日色が変わって見えるんです。それは入れた当初よりも少しずつ若干ではあるけれど落ちてきてたりとか、そういうこともあってなんですけれど、それ以外にも日が当たっていない時、そして日が当たっている時、日が当たるとすごく綺麗な明るい青に見えたり、少し陰ってくると トーンが落ちてちょっと緑っぽくなってるエメラルドグリーンみたいなところが目立ってきたり、本当に毎日毎日一日の間でいろんな表情を見せてくれるんです。色がすごく、それが毎日眺めるのが楽しくて、そしてまたなんか羨ましいっていう気持ちもあったりだとかしているんですけれど、こうやって一つ一で生み出したものがいろんなものに触れていくことによって、時間にも触れることによってどん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 見える表情が変わっていく、なんかすごくそれって素敵だなと思って、なんか自分の作品もそうあってほしいし、自分自身もなんかそうあれたらすごくいいなと思って、今日はそんなこと思いながら自分の髪色を眺めていました。これからもっと多分色が落ちてって青緑になっていくと思うんですけれど、なんかそうやって次どんな表情を見せてくれるんだろうって、なんか毎日ワクワクしています。今日はそんなこと思ったのでここに残しておきたいと思います。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。